誕生日パーティーに来てくれたみんなの笑顔、とても素晴らしいプレゼントだ。あ、来てくれたんだな。お前に祝ってもらえて心から嬉しく思う。俺を祝うべく集まってくれたみんなのため、日頃の鍛錬の成果を披露しよう。魔法師らしく見えるだろうか。立派に育ったな、か。親父殿に頭を撫でられるのは、随分と久しぶりな気がする。丈の長い衣装で走ると、裾が足にまとわりついて困る。普段は、あまりこういった服は着ない。寮生たちが眠気対策にくれたボトルガム。新商品ということだし、多少は効果があるかもしれない。大勢に祝われる誕生日は、まだ慣れない。胸のあたりが、どうにもざわついてしまって。イデア先輩は頭がいい。インタビューで俺の話を簡潔にまとめてくれて助かった。さっきビル先輩に衣装を正された。素材が台無しだと言われたが、衣装の扱いを誤ったのだろうか。この参考書か。馬術部の仲間が見繕ってくれた。部活動に支障が出ないよう勉学に励めとのことだ。朝練後にクラスメートに手渡されたスポーツドリンク、よく冷えていて普段よりもうまかった気がする。お前もグリムも楽しめているか。料理もまだまだ出てくるらしい。最後まで満喫してくれ。アズールが優待券をくれた。何？裏がある。裏面には何も書いていないようだが、お前か。ちょうどいい。バルコニーに行かないか。小鳥たちに紹介しよう。